皆さんこんにちは。今日もスピチューブ始まります。今日の場所は総社市井出というね場所に来ました。こちらのスムージーカフェのお店をご紹介します。それではスタートします。はい、というわけで今日はですね、岡山県の総社市に来てます。このずっとね目の前行ったら、五重塔が見えます。でその手前の道が国道429号線 でこの通りが市役所通りですね。このずっと まっすぐ行ったら総社市役所がある中でのスムージーカフェというカフェがあります。というわけで今日はこちらですね、総社市井出にあります。ちょっと中入ったところ、もうほんのこの本屋さんが目印かなと思います。でその横にホームセンター大輝さんがありますね。でその目の前に今日はあります。ちょっとお邪魔します。デトックスフルーツサワー、フルーツヨーグルトスムージー、酵素フルーツスムージー、プロテインスムージー。じゃあ邪魔します。さあ早速お店の中にありました。こんな感じですね。広々としたお店、木の作りを特徴としてますね。それでは早速メニューの方を見ていきましょう。美容と健康を考えた内容だそうですが、デトックス系やプロテインのメニューは目立ちますね。あまり聞き慣れないネタですが、後でいろいろ聞いてみようかなと思います。じゃあ今日はですね、まあすごいいろんなね、メニューはあるんですけども、ちょっと最近流行りのデトックスフルーツサワーと、このフードメニューね、パンケーキがね気になるので、これもちょっと頼んでみましょう。こちらダイエットトレーナーさんが考案したカフェということで、本当に罪悪感なく甘いものをいただけるかなと思いますね。デトックスっていうワードよく聞くんですけど、一体どういうあれなんですかね。そう、一つは整腸作用があって、腸内環境が今よりもねちょっと改善するお手伝いができたり、あとお肌、お肌も臓器だから、お肌とか疲労回復にもって、じゃあこの味を楽しみながら健康維持もできるっていうことですね。はい、すごいさっぱり、美味しいですね。これなんか普段飲み慣れない味なんですけど、でもすごいなんていうんですかね、なんか天然な感じがしますね。なんか、程よく甘くさっぱり、
飲みやすいですね。砂糖は一切使ってないそうです。一気に行きたいんですけど、ちょっと中にはパイナップルが入ってます。ちょっといただきます。うん、あ、おいしい。いただきます。プロテインパンケーキなんですけど、もう普通のパンケーキとわからないぐらいな感じです。うん、ストロベリーと、ソレイユブルーと抹茶ナッツとマンゴーレモンっていうのがあるんですね。はい、やはりこのソレイユブルーで、はい、お願いします。ありました。こちらあれですか、もうプロテインが入ってるかき氷。はい、その氷の中に、はい、っていうか粒の中に入ってるんですか。はい、というわけでしっかり食べますよ。ちょっと早速いただきます。あ、おいしい。プロテインの感じはするんですけど、なんかそのちょっとさっぱりというか、またこれも面白いですね。うん、若干しますね。あ、でも全然美味しいですね。ちょっと練乳に近いっていうか、なんかそういうプロテインというかね、なんかこれはいいですね。うん、うん、あ、美味しい。ジム通いのことがすごい良さそうなものがいっぱいあります。うん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。なんか、なんていうんですかね、朝食とかでも良さそうな、なんか結構腹持ちがいいですね、かき氷。あれですね、ほぼ天然のものを使われてる。そうです、はい、ね。ドリンクの方は砂糖一切使ってなくって、オーガニックな飲み物として、そのものプロテインとか酵素とかなかなか取り入れにくいものを、パフェ風にして非常にコンセプトで一緒に、はい、専門家の人たちと一緒に作りました。はい、はい、この脂肪が1キロ、1キロですか。はい、1キロですか。1キロです、はい。ちょっといいですか。結構重たい。あ、重いですね。はい、フルマラソン3回走ればダメなんです。落とせるんですか。はい、で食事だと1週間ほどで出るんです。あれですか、もう全体的にはお店のその雰囲気っていうのはちょっとハワイっぽいというか、海の特徴というか、なんかそうですね、はい、ハワイっぽくしてるので、はい、で、アクセサリーもこのプレイルに日立の海とか太陽とかリゾート感満載のアクセス、ね、なんか色鮮やかというか、ちょっと海にね、なんか青とかカラフルな綺麗な、ね、はい、アクセサリーがお店と、ね、合ってるような感じで、ね、私もこうやって乗ってるんですけど、ああ、いいですよね、はい、でこちらでも販売されてるっていうことですね、はい、年齢層がすごい幅広くって、はい、長さがなので、もう気軽に誰でも朝から晩まで営業してるし、年中ほぼ無休でやってるので、
ても栄養補給しに来てください。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、また失礼します。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。